してます。じゃあお願いします。よろしくお願いします。あ、はい、聞こえます。あ、楽曲の評判が本当にいいし、曲もやっぱいいっていう部分もあるんだけど、それに対してのやっぱそのセラの声がやっぱすごくいいって言う人しかいない。やっぱ初めて聞かせた人は全員やそうやって言うんで、だから本当に世界にね、日本だけじゃなくても世界にも広がっていってほしいと思うし、そのためにじゃあ自分たちもやれることをやっていかなきゃなとは日々思ってます。どうだったでも本音だからね、これ本音だからね、リアル。言葉だけ、言葉でどうこうっていうか、普通にいいなって思う。今応援してくれてるお客さんを大事にするっていうことが本当に一番大事なことだと思っているので、なので私はその応援してくれてる皆様に向けて思いを届ける、その人の人生を変えられるとは思ってはないけど、その人の心にこう少しでも残るよう なんかこう思いとかを届けられるのかなとは。でその思いを糧にこうなんかこう自分の人生に少しでもなんか反映してくれたらなって思います。ボーカルやっぱもうちょっと上げで上げですね、はい、了解です。はい、はい、大丈夫です。はい、ひとまず大丈夫、はい、こんな感じで。じゃあ後でもう一回こう流して合わせられたらなと思います。はい、はい、ちょうどスタジオでレオンと話す機会があって、その中でセラっていうアーティストを担当するんだよねっていうところを話して、ドラムはレオンが絶対いいなと思ってて、ギターに関してもカルロスが良くて、で鍵盤に関してもヨーヨーが良くて、でさらにガッツがあるベーシスト誰かいないかなってレオンに相談したら中村圭さん出てきて、でこのメンバーだったらもう最強なライブ作れるんじゃないかなと思って、その未公開、今回未公開の楽曲ばかりで、そちらも私が手掛けてたり、でもすごい方の書き下ろしもあったりするんですけど、全然知らなくてもこう楽しませる自信はあるので、本当にもう私はあなたに心を込めて歌うので、ぜひ受け取ってほしいなと思います。じゃあ聞きます。はい、お願いします。音源もいいけどライブの方が絶対いいんで、
見てほしいですね、そこは。もっと大きくなれるように頑張ります。でも私は一人じゃないって分かったので、お客さんと一緒に大きいところに連れて行きたいし、私も大きくなりたいと思ってます。セラファーストライブクレアショーにお越しくださる皆様、二度と来ないかけがえのない日になります。大切な一日として思い出を残してほしいです。共に最高のライブを作っていきましょう。では待ってます。